ハロー。はい、こんにちは、60レゴルでーす。本日はですね、マリオです。マリオ。マリオね、昔はね、カクカクだったからね、マリオにとってはね、昔がカクカクで動きづらかっただろう。はい、本日はこちら。あれ ?8 のボック。うりゅるら。はい、もちろんですね。もちろんコインはゼロです。こっち、ハテナブロックチョコ。マリオの世界にとってはチョコとは何だって思うでしょうね。と言いながらマリオね、普通にね、チョコを目の前にね、ヤッフーってしてね、クッパとみたいな、おまけのシールも見逃せないぞって見逃すする人がまずいるか。チョコレートですね。はい。普通のチョコレート。ただのチョコレート。3、2、1、バンマミーよ。キノコとかさ、こうやって、ポンって出てこないのかな。お、キノコ出てきた。キノコ出てきたよ、キノコくん。キノコくん出てきちゃった。ところですね。まだ中見ないからね。もしかしたら中にね、あれね、シールがね、見えちゃう。シールの素材だ。シールだね。これシールだね。こうして、こういこう。で、はい。お、これってマリオの、U のね、あれじゃん。U のね、あれ。バディープレイがさ、出すやつ、こうやって。ポッ、ポッ、ポッ、ポッって。階段とかにしてさ、こういう感じで使うやつだよ。これね、使えるんだよね、意外と。バカにしてたけど。はい。中に入ってるのはね、こっち。これ、あ、ルイージですね。弟。ルイージ。僕の友達ね、ルイージがね、兄とかね、マリオのね、お兄ちゃんと言ってる人がいるんだけどね。違うだろう。はい、マリオ。あ、マリオ、あ、ルイージよ。ルイージだって、お前、ルイージだけ似たいです、リズムよ。はい。濃いんですね。で、最後。ルイージだけ3体もいておかしいぞ、言われ。ルイージだけ、3体もいて周りを言ってね、主人公が言っていいぞ、お前は。よってこれコインが1体、1個。お前なんて入れとるんじゃ、お前は。じゃあ見ましょう。せーの、ムササビ来い。っやばい、来ちゃったよ、ムササビ。やばい、ムササビ来ましたね、ムササビ。ムササビこいつったら言うて。俺は、ただ、ムササビ見る。さすがね。これなんていうか、さすがですね、うん。さすがね、やたらポージングがね、悪いというね。うん、こっち見つめてますね。はい。うん。目はルイージだけおる。じゃあ、ルイージからいただきまーす。はい、こんな感じ。目だけ3体ってずるいぞ、目は。ルイージだけ3体っていうね、そうか。ツール賢いですね。ちゃんとルイージだよね。これもルイージ。これもルイージ。コインマリ。上だけおる。いただきます。すごいうまい。その前にさ、ルイージ3体って。マリオ、ルイージ、コインが出たとか、キノピオと、ヨッシーの卵があるなら、それでルイージ3体って。ま、いっか。キノコも出てきたし。まあ、マリオにとってはね、チョコとは何だ。マリオの世界はね、花とキノコぐらいしか食べられないから。お腹壊してるわ。
水も飲んでないからね。よく生きられるね。マリオってヒゲ生えてるんだよ。おじさんだよ。ニンテンドーさんね、おじさんにね、冒険させちゃダメでしょ。まあ、いっか。はい、今回はですね、ルイージがね、まさかまさかの3体。それでね、まさかまさかのムササビが出てしまった。ムササビ嬉しいけど、ルイージくん、多すぎだよ。リベンジしたいね。でもな、感想的にね、普通のチョコがね、うまい。ほんとうまいんだけど、硬さがちょうどいいね。俺は こんな悲惨な姿になってしまって、しかもよりによってあの色になってしまうなんて。てれっ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 てれ、はい、今回は出たの。今回はですね、あれね、今回ね、これムササビマリオでした。あとね、ルイージがね、3個出てしまった。まあね、こういうのはね、あれね、使えますよね。僕もマリオにね、変身したことがあるんでね。じゃ